武田信度記は、鎌倉時代中期の武将。甲斐、武田氏の第7代当主。室町、戦国期の開国守護。武田宗家に至る、新時流武田氏の祖。通称は、武田五郎次郎。父は、第6代当主、武田信正。母は、大内惟義の娘と伝わる。兄弟に成功。子に、武田時頼、武田正頼、武田持光、武田信実などがいる。信次の祖父にあたる武田信光は、文治5年の奥州合戦において、安芸国への出陣催促を行っており、平家討伐後には西国へも鎌倉幕府の影響力が及び、信仰は安芸守護としての職権を行使していることが指摘されており、承久の乱を経て再び安芸守護を在職し、文暦2年5月9日まで在任している。信仰の孫にあたる信次は、承久の乱の前年にあたる承久2年5月17日に、甲府の館にて生まれた。幼名は、音光丸。寛亀元年1月15日、当時の執権、北条泰時を、烏帽子親として、元服、字の変記を与えられて信次と名乗った。鎌倉時代のうち、文永3年までの歴史が記される、吾妻鏡には3回登場する。嘉定3年6月23日、大寺寺境内に新築された、上六仏を安置するための銅の開眼供養が行われ、将軍、九条頼経も参加する。その行列の後陣の追兵の一人に、武田五郎次郎信次の名が確認できる。翌4年2月17日の将軍、頼経の外出に際しても、その護衛兵の47番として、武田五郎次郎が随伴している。仁治元年8月2日、箱根、宗湯の二所権現参りに向かう将軍、頼経が最初に、鶴岡八幡宮に参詣した際、その行列の五騎の一人として、武田五郎次郎も随行している。その後、吾妻鏡には登場しなくなるが、文永6年4月には、信次の守護代、武藤時貞の同行が見られ、同年11月には、蒙古襲来に備え、御家人を率いて西国への出向を命じられている。以来建治2年まで西国における同行が見られ、信次は安芸守護に在職していたと考えられている。ただし、建治元年5月の造六条八幡新宮用都市配置によれば、鎌倉中、武田入道跡が100巻を収めているため、鎌倉に屋敷があったとも考えられる。弘安2年5月19日に出家、光会と合祀。後、昭和2年に死去し、後を、この武田持光が継いだ。信次は、室町、戦国期の甲斐守護、武田宗家に至る、新時流武田氏の祖で、南北朝期には、信次の彦にあたる信武が、伊沢流武田氏の正義を排斥して、甲斐の国守護を継承し、以来室町、戦国期に至るまで甲斐守護を継承している。ありがとうございます。